聖書にはお酒に関する記述があちこちにおられます。その聖書の世界で代表的なお酒といえばブドウ酒です。聖書には特別な場所を除いて飲酒そのものを禁止する教えはありません。特別な場合を除いているというのは、例えばナジル人の誓願を立てば、場所はブドウ酒を濃い酒も断ち、ブドウ酒の酢も濃い酒の酢も飲まず、同酒のブドウの液は一切飲めねばならないと規定されていました。そういう特別な場合を除いてば、ブドウ酒は日常生活の中にも、また宗教的な儀式の中にも深く入れ込んでいます。しかし、お酒がもたらす弊害について聖書はあちこちで記しています。特別にお酒を飲みすぎたために起こる失態や酩酊にして対して、聖書は厳しい態度をとっています。私が知る限り、人類最初の酔っ払うの記述はノアの箱舟で知られたノア自身の死体です。ノアは公衆語、ブドウ酒を飲んで酔っ払い、天幕の中で墓場になってしまいました。今日取り上げる箇所にも、ブドウ酒を飲んで上機嫌になったベネシア王の話が出ています。この酒宴での診療を、資料を書いた王の功労がなければ、エステル記の存在がなくなってしまいました。それでは早速、今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は、旧約聖書エステル記1章10節から12節前半までです。新旧約聖書でお読みいたします。7日の目のことであるブドウ酒で上機嫌になったクスルクセス王は、相場近く使える宦官メフマ、ミゼタ、バレボスナ、ミクタ、アバブクセルリ、カルカスの七人に命じて、冠をついた王妃、和宗帝を招らそうとしています。その美しさを好感をおよびでしで整列で席ある民に見せようとしている王妃は美しい人であった。ところが、王妃和宗帝は宦官の伝えた王の命令を拒む、着ようとしなかったでした。前回学びは、ではブレシュをクセルセス一世が催す宴会の様子を見てきました。180日間にも及ぶ盛大な宴会と、それに続く7日間の宴会でした。それらは、クセルセスクスの王の支配がどれほどすごいものであるかを見せつけては十分でした。そればかりか、後から持たれた7日間の宴会には、身分の上下を問わず人を招き、しかも、王室用の特別な帽子を金の杯で収まったというのですから、王がどれほど寛大な人であるかを印象つけたところでしょう。
その上、酒を飲むことは強要しなかったという使ったのでしょう。なかったとし、ですから、王国に暮らすそれぞれの民族の習慣や伝統を重んじる姿勢も、ペルシア王のは備えていたということでしょう。その7日間に及ぶ宴会最後の日となって、宴会を竹縄という時の出来事が今日取り上げた古酒の場面でした。場面はお酒に酔った王が上機嫌な気持ちであることから始めます。即位して3年にして、これだけ最大な宴会を再開することができなかったですから、お酒が人らしくても満足や満たされたはずでした。そこではこの酒の勢いが加わったのですから、王の機嫌がますます良くなって、酔う様子は簡単に想像することができます。時代的にはこれからギリシアに遠征し、ギリシアと一戦を交うようとする、まさにその直前のことでですから、王は高揚感あったことでしょう。満足感と高揚感とお酒の力から来る上機嫌が重なったためか、余計なことを考えるというのは人間の噂でした。お酒の席から少しの余興や羽目を外すことは許さると考えるのは、人間にとっては身勝手な都合の良い判断でした。王と王は、金の宦官に命じて、王妃和宗帝を招き出そうとしています。それもただ王の美しさを見せようとする、ただそれだけのためでした。自分の妻を列席の人々に紹介してというのではなく、その美しさを見せるその目的のためでした。美しさの美しいと自慢することのどこか悪いという意見もあるかもしれません。王の妃であれば美しいのは当然という考えもあるでしょう。しかし、容姿の美しさを見せるために呼び出すのはお酒の入った状態でなければ、しなかったことでしょう。紹介としかお披露目と明らかに違った目的のためでした。何よりも呼び出された当時である和宗帝にとって、それは本義ことでした。その王の命令を阻んで行こうとはしませんでした。王妃、和宗帝がなぜ王命を拒んだのか、その理由は記されていません。そのため、いろいろな推測がされてきました。例えば、冠をつけた王妃を冠だけをつけさせ、つまり裸で出てくるようと命じたからだと解釈したり、あるいは王妃はそのところ、どこのように衣をやろしており、その姿を人前にさせなくなったから、解釈もあります。それぞれがもし本当に理由であるなら、確かに断るのことぶりもありません。あるいはお酒の席の容姿の美しさを自慢したのですか。王妃としての尊厳を異なると考えからという解釈もあります。もちろん、その時王妃、宗帝は女性のために食べ
ための宴会を主催してわけではですから、単純にその場を離れるのは失礼だと考えるかもしれません。そもそも王妃の一人まで召し出すために、なのかの側近に命じるというもの不自然な気がしました。当時のペルシア王の王宮での習慣がそうであったかもしれませんが、普通は人の王妃を宴会の席に招らすために、七人の宦官を拝見したりはないのでしょうか。それは雄を酔わせない王の強い意志が表しています。逆に言えば、王妃が自分の願いを駒部であろうとを予想して無理やりでも連れてさせようとする王の気持ちが見え隠しています。それも重要なことのためではなく、ただ先の、酒の酒の席は余興のためにして、王妃、和主体ではなくとも気分を異なるも当然かもしれません。王妃の態度に王が機嫌を異なえ、異なれ、こそなる、こそなる、怒りを抑えることができなかったというまでもありません。王の命令を拒んだ、公妃、和主体がその後どんな扱いをさせるのか、来週取り上げることにしています。ただこの出来事から私たちはどんなことは拒んだことでできるのでしょうか。時の天幕をすべてしているエステル記の読者にとっては、ここにすでに神の見ない見ての導きを感じるとるかもしれません。実際、和主帝が王の要望を拒絶しなければ、エステルの活躍のチャンスはなかったわけですし、ブリムの、祭りを存在しなかったことでしょう。そういう意味で私たちの気がつかないと、ところで神は確実に働いておられるということは、エステル記の読者がいつもここにして、この書物も読む、着眼点であると間違いありません。しかし、その場合に居合わせた人々にとっては、このどこに神の御手を感じることできなかったでしょう。見えるのは王妃、クルセスの、全く個人的な公衆、それを拒んだ駒部、王妃は和宗廷の神殿を貫く侃侃を態度だけです。今、事件に目の前で起こっている出来事が、将来というところつながるのかは、誰にも予想できないことでした。しかし、だからこそ信仰の目を持って出来事を探索することは、どんな時代の信仰者にとっても大切なことと言えるのでした。信仰の面で、一元の世界を見るときに、それに使って景色を嫌いすることができるようにとなっていました。